はい。今日は丸亀製麺がね、混んでたので、初めてお持ち帰りしてみたんですけども、あのね、家が近い人はいいんですけど、<laughs> 私みたいにね、家が遠いと、生ぬるくなってしまいますね。はい。そして、あの、店員さんがね、ネギとこう、天かすを入れてくれるので、自分で量がね、好きなだけ入れられないという、 デメリットもあります。あと生姜が入ってないですねはいなのでやっぱりね丸亀製麺はね自分であの好きなだけねあのこう薬味がね入れられるっていうのが魅力なのでお店で食べる方がはるかに美味しいですであったかいの頼んでたらね多分もっとあの腰がなくなってまずくなってたんじゃないかなと思います はい。上と下にこう、二層に分かれてるので、ガバッとね、こう、中に入れてみます。私はあの、天ぷら、天かさがね、あんまり多いの好きじゃないので、ネギをたっぷり入れて、天かさほんと少しに、いつもして、生姜をたっぷり入れてます。で、こういう、自分のね、味付けができないのがテイクアウトですね。言えばいいんでしょうけどね、いっぱい並んでるのでね、そんなこと言ってる。 言ってられないっていう感じがしました。で、あと、天ぷらも持ち帰りしてきたんですけど、その天つゆがないので、まあ、昔はとね、さつまいもだったんですけど、やっぱりその天つゆにつけて食べれないっていうのがね、デメリットですかね。丸亀製麺はお店で食べた方が断然美味しいです。 というテイクアウトの感想でした。近い方はね、あの、お家が2、3分とか5分以内で帰れる方はいいと思います。遠い方は、あのー、いまいちになってしまうので、おすすめできません。